君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、鳴神学園七不思議続きをやっていきましょう。前回本郷さんがね、急に強引になってきてどうしたっていうところですね。でもそんな僕は全身を包み込む高揚感でゾクゾクする震えが止まらなかったのですよ大丈夫か？なぜってそうでしょう。本郷さんの性格は完全に予想外でしたから、これから先どうなるのか期待しない方がおかしいというものですよ。まあ、いくら冷静な新井さんとはいえ、男は男でしたね。僕も姫野くんの姿を探しましたが、見つけることはできませんでした。見つけたのは電柱の陰に隠れようとしているものの、完全に見切れてしまっている時田くんと赤川くんでした。そして本郷さんと駅まで一緒に歩きましたが、何が起こるわけでもなく別れました。別れ際に微笑んだ本郷さんの微笑みは、まるで大人の女性が見せる表情で、僕が恥ずかしくなって視線をそらすほどでした。女性の魅力の底知れぬ深さを思い知った瞬間です。次の日、姫野さんは塾に現れませんでした。ようやく諦めたんじゃないか。残念だな。もう少し何かしてくれると思ったんだけど。新井さん、今日の塾が終わったら時間ある？いえ、今日は早退しようと思います。あまり気分が優れませんので、また後日お願いします。あ、そうなんだ、いいよ、別に無理しないでね。そういう本郷さんの口ぶりは、今までの弱々しさはみじんも感じられず、まるで僕の所有者であるかのような威厳を持っていましたあれだけで所有者になってしまった。赤川くんは分かりませんが、おそらく時田くんは感づいていたでしょう。なんとも本郷さんを嬉しそうに本郷さんを嬉しそうに品定めする目で見ていましたから。ああ、役者としてってことか。僕は一次元だけ講義を受けると塾を後にしました。気分が優れないというのは嘘です。僕は確かめたいことがありますので。帰り道、僕はキロからは少し離れた姫野くんの家の前で足を止めました。姫野くんと話すべきか、それともこのまま距離を置くべきなのか考えていたからです。そして何よりも妹さんに会ってみたかった。坂上くん、あなたならどうしますか？1、姫野さんと話すしかない姫野さんと話す。そうですね、そうですよね。やはりあなたも興味がありますよね。今までどうして彼の家に行かなかったのかって。そりゃもうご馳走は最後まで残しておかないともったいないじゃないですか。僕は震える心を抑えながらチャイムを押しました。玄関の横には姫野と名前の入ったバットが立てかけてありましたよ。長らく使われていないのか埃をかぶってましたが、姫野くんも以前は野球少年だったのでしょうか。今の姿からは想像もつきませんが、もしかしたら彼もまた普段はやんちゃな男の子なのかもしれません。そんな想像を広げていると、玄関のドアが開いて姫野くんが顔を覗かせました。新井くん。だいぶ違う人が出てきた。その時の彼はショートヘアだったので、一瞬首をかしげました。家ではツインテールの付け毛をつけていないのかもしれませんが、もう長い髪の姫野くんに慣れていたので不思議な感じがしましたよ。そして、左手首に巻かれた包帯に目が行きました。いや、これ見ると両手首になってるけどね。その包帯、どうしたんですか？ああ、ちょっとね。怪我しちゃった。あれはリストカットの後でしょう。姫野くんは昨日のことがよほどショックだったのでしょうか。まさかあれ式のことで手首を切るとは思いたくありませんでした。彼はもっと強く、攻撃的な性格だと踏んでいただけに、少し寂しい気持ちになりましたよ。これではつまらない。今日欠席だったので、怪我が原因ですか？ああ、この怪我は関係ないよ。塾には行こうと思ったんだけど、妹がね。今日は僕を話してくれなかった。彼が妹の話を自分からしてくるのは初めてのことでした。今までは妹などまるで存在しないかのような素振りを見せていましたから、その妹が話してくれなかったという言葉に興味を抱きました。妹さん、寝ているのですか？ああ、うん、そう。自分の部屋で寝ているから。会いたいの、妹に。あなたならどうしますか？妹さんに会いますか？それとも会いませんか？いや、妹会いたいですよね。そっくりなのかとか、実際だって自分のことを、新井さんのことを好きなのは妹なわけでしょう。
ちょっと会ってみたいですよね。妹に会いたい。そうですよね。僕も妹がいると知った時から気になっていましたからね。じゃあ、迷惑でなければ。うん、妹も喜ぶよ。姫野くんはそう言うと、僕を2階の妹さんの部屋に案内してくれました。部屋に入って僕は驚きました。ベッドに、姫野くんと瓜二つな少女が寝ているのです。違っているのは髪の色ぐらいで、きっと同じ格好をすれば区別がつかないだろうというくらい似ていました。そういえば双子なんでしたね。こちらが妹の姫野さんですか。姫野はどっちも姫野だから、アイラって呼んで。そうですね。確かに顔も名前も同じじゃ紛らわしいですし、あなたの子供大五郎と呼んでいいですか。いいけど、嫌だろうな。それにしてもそっくりですね。まあね、僕に似て可愛いでしょう。ええ。でも、めっちゃ薬落ちてるけど、下の方に。だって髪の毛があれだね。髪の色すごいね。なんかこう、くるくるんとこはちょっと灰色っぽく、青っぽくなってて。毛先はめっちゃ水色になってるように見えるね。不思議。僕はベッドの周りを一匹のハエが世話しなく飛んでいることに気づき、顔をしかめてしまいました。え？部屋に入った時から少し変な匂いが気になっていたのですが、どうやらその匂いはアイラさんからのようなのです。そんな僕の険しい顔つきを見て撮ったのでしょう。ああ、ごめん。アイラ、髪を頻繁に洗えないからかな。換気しとくね。大五郎くんは窓を開けながら言いました。そうでしたか。アイラさん寝たきりなんですか。お薬の副作用ですぐ眠くなるんだ。少しは動けるんだけどね。すぐ息が切れるし、ほとんどベッドの上で過ごしてる。だから僕が毎晩お話ししてあげてるんだ。学校のこととか、塾のこと、新井くんのことも、ね。大変なんですね。うん。最近ちょっと調子悪いことが多いし、僕がずっと一緒にいなくちゃいけないんだ。だからさ、もう新井くんに付きまとったりするのもやめようと思う。いろいろ迷惑かけてたよね。ごめんね。え？僕は驚きましたよ。あの大五郎くんが突然、ストーカーを降りる宣言をしてきたのですから。妹の症状がかなり深刻なのか、それとも昨日の疑似デートがよほど効いたのでしょうか。あ、いや、でも今日来てくれたのは嬉しいよ。せっかく来てくれたんだし、ゆっくりしていってよ。僕が困惑しているのを見てか、大五郎くんは慌ててそう言いました。あ、そうだ。喉乾いたよね。さっき生絞りのオレンジジュース作ってたんだ。持ってくるからちょっと待ってて。生絞りのオレンジジュースなんて作ります？おしゃれだな。と、1階に降りていきました。その違和感は明らかに分かりやすいものだったのですが、逆にアイラさんと2人にされたことは僕にとって好都合でした。やはり、彼女に興味が湧きましたからね。部屋に残された僕は、ベッドに近づいてみましたよ。やはり悪臭は彼女から匂ってきます。しかしその悪臭に反して、アイラさんは外に出ていないせいか、人形のような白い肌で、まるで眠り姫のような綺麗な寝顔をしているのです。僕はしばらく、その寝顔に見入っていました。それほど美しかったのですよ。大五郎くんとは同じフォルムなのに、鼻筋や頬の曲線、唇の膨らみ、そして艶。それらのかすかな違いが圧倒的な美の差を生み出していました。彼が妹に嫉妬するのもわかるというものです。僕が彼女に見とれていると、突然少女が目を開き、小声で話しかけてきたのです。え？ああ、新井くん来てくれたんだ。僕だよ、大五郎。え？え？僕の体、乗っ取られた。寝ぼけてるのかと思いましたよ。あ、アイラさん、すいません。お邪魔しています。何か面白い夢でも見ていたのですか？え？え？アイラさんが大五郎だって言い始めて、乗っ取られたって言ってて、でも大五郎くんは今生絞りオレンジジュースを持ってきてくれるはずだけど。ああ、やっぱり信じてもらえないよね。でもあっちがアイラで、こっちが僕なんだよ、新井くん。アイラさんは薬のせいか少し朦朧としているようでしたが、自分が大五郎だというのです。もしかして双子の入れ替わりドッキリでも仕掛けられているのかとも思いましたよ。
彼らならやりかねませんからね。でも一見そっくりでも、目の前に横たわっている子は姫野くんより少し声が高い気がするし、どことなくやはり女性的なのです。ちょっと失礼します。念のため僕は掛け布団をめくってみました。するとそこには確かにパジャマの上からでもわかる女性らしい胸の膨らみがありました。そしてその体つきもまさに女性のそれでした。胸があるじゃないですか。あなたは女性ですよ。大五郎くんじゃありません。うるせえ。だから魂だけが入れ替わってんだ。あいつやばい魔術に手を出してるから気をつけて。どうにかしてあげたいけど、睡眠薬でもうまぶた重い。そう言うとアイラさんはまた目を閉じてしまいました。そうこうしているうちに大五郎くんがお盆にジュースの入ったグラスを乗せて戻っていきました。はい、どうぞ。ああ、ありがとうございます。僕は受け取ったジュースを見て戸惑いました。赤い。なんか赤くない？イタリアのブラッドオレンジジュースだよ。知らない？最近は日本でも栽培されてるんだけどさ、さっぱりしてて美味しいよ。大五郎くんは期待するようないたずらっぽい目で見つめてきました。先ほど生絞りのオレンジジュースを作っていると言っていましたが、まさかこれを手作りしたというのでしょうか。血のように赤いオレンジジュースを。彼は僕がそのジュースに口をつけるのを今か今かと期待している目で凝視しています。明らかにこれは何かあると気づきますが、好奇心もあり、少し考えましたよ。坂上くんならどうしますか？この血のように赤いオレンジジュース、飲みますか？え？怪しいもんな、明らかに。どうしよう。いや、どうしよう。え、飲んだらどうなの？飲んでみる？うわぁ、どうする？あからさまに普通考えたら危ないじゃないですか。でもこれでまさかこう死んで終わりみたいなこともないと思うんですよね。いや、でも普通に考えたら罠だよな。だってアイラと大悟、魂入れ替わってる。やばい魔術に手を出してる。あー、難しいね。一旦飲んでみようか。明らかに怪しいけど飲んでみる。うん。はい。難しい判断だ。ひひ、そうです。飲んでみないわけにはいきませんよね。君も僕と同じ考えて嬉しいですよ。実際熱くて喉が渇いていましたし、ぐいっと一気に喉に流し込みました。するとオレンジの味はしたのですが、その奥にほのかな苦味も感じました。それに、血のような味もしたんです。見た目にそぐわぬ味わいでしたよ。以前口の中を噛んで出血してしまったことがあるんですけど、あの時の味に近いものがありました。するとこの赤色は、と考えながら大五郎くんを見て、思わず息を呑みました。彼の左手首に巻かれた包帯からにじみ出ている血。先ほどまでそんな包帯は巻かれていなかったのに、きっと彼は自分の血をオレンジジュースに混ぜたのでしょう。彼の目は、それが事実であることを物語っていました。血を僕に飲んでもらえたことに打ち震え、恍惚とした表情で目をとろりとさせているのですから、やっぱり罠だった。分かってはいた。どう？美味しい？ええ、でも何か入ってますよね。これはいたずらですか？それともおまじないか何かですか？えへへ、そんなんじゃないよ。ただ邪魔してほしくないだけ。え？僕はその後しばらく姫野くんと話していたはずなんですが、それをよく覚えていないんです。少しずつ朦朧としてきて、ああ、血だけじゃなく何か盛られたんだなと感じながら、そのまま意識を失ってしまいました。お、生きてる。目が覚めると僕は病院にいました。河原で倒れていたのを発見されて運ばれ、何日も眠っていたそうです。その後姫野兄弟が行方不明になっていると知りました。退院してすぐ彼の家に行っていましたが、誰もおらず、近所の人に聞いていましたが、誰も姫野家と深い付き合いはなかったようで、ただ兄が妹を車椅子に乗せて出かけるのを見たという人もいました。二人は一体どこへ行ってしまったんでしょう。僕はなぜか彼らが僕の手の届かない二人だけの世界に行ってしまった気がするんです。それにしても怪しいと分かっていながらジュースを飲んでしまったことは後悔しています。すいません、僕も後悔しています。
あの時のアイラさんが言っていた魂が入れ替わったという話や、大五郎くんが言っていた邪魔してほしくないという言葉、もし魂が入れ替わっていたのなら、それあれはアイラさんの言葉になりますか。もしそうなら、妹は兄に対しての至高の愛情を持っていたのかもしれませんね。いろいろと心に引っかかっているのに、もう確かめようもなくて、ずっとモヤモヤし続けているんですよ。本当に興味深い兄弟でしたからね。できることならぜひまた会いたい、会って話がしたい、そういう思いを込めて話させていただきました。中途半端ですが、僕の話はこれで終わりです。これで終わりにしてしまった消えた兄弟。うわ、いつもならね、これもう一回選択肢まで戻るんですけど、これもね、一応話したことにはもちろんなるんで、規約上のね、3週目のね、これもう一回やり直しちゃうと4週目ってことになっちゃうから多分ダメなんでね、よかったらぜひね、持ってる人はやってみてください。これで飲まなかった選択肢は気になる。くぅ。はい。というわけで、まあもしね、完全に解禁されたらまたやるでも全然いいですしね。はい。というわけで、また次の話でお会いしましょう。プライムでした。バイバイ。